こんにちは。今回はこちら2色を引き揃えてスヌードアンでいこうかなと思います。まあ、茶色と赤合うと思うんですよね。ちょっと編んでみて、まあ、いけそうだなと思うのでこちらを引き揃えて編んでいきます。で、こちらがセリアで購入しているふんわりメランジ、カラーナンバー5番、アクリル 55%、 ナイロン 40%、 計 5%、 25g、 116m 入っています。で、かぎ針が7号から9号になってますね。で、こういうのを使っていきます。まあ、こちらね、結構伸びるんで私的にはめちゃくちゃ使いにくくて、ずっと放置だったんですよね。でも色がすごく可愛いので100均に見えないぐらいめちゃくちゃ凝った色なので、使っていきたいなと思って、で、前回伸びない糸と引き揃えてすごく編みやすかったので、こちらはパンドラハウスで購入している、アミティエ、こちらのカラーナンバー1番なんですけど、こちらも伸びないのでこちらを引き揃えたらいけるかなと思ったんですよ。こちらがポリエステル 100%、 35g、 82m 入っています。で、かぎ針が5号、まあ、かぎ針言ったんですけど今回棒針5号から6号、こちらも棒針が8号から10号ですね。で、こちらはこういう感じになってます。あ、今回もねめちゃくちゃ噛みながらいきます。で、ちょっとね編んでみたんですよね。まあ、これは鎖編みで編んでみたんですけど、1本ずつ編んで、まあ、こんな感じ。まあ、太さもちょっと細めなんですけど、で、こちらが、まあ、すっごくね絡まりそうなんですけど、こちらは赤が1本、茶色2本で3本で編んでみたんですよ。これだけでも全然違ってるんですけどね。で、こちらは赤2本、茶色1本で編んだら、まあ、ここはあんまり変わらなかったのかなっていう感じで、で、こちらが赤2本、茶色2本でしてみたんですよ。まあ、太さも違うし雰囲気が違って、これで編んでいこうかなと思います。こういう風にちょっと引き揃えの時にしてみても面白いかなと思って、ちょっと今回こうやってご紹介してみました。まあ、色の入り方で全然この同じ色を使ってても違いますよね。本数変えるとかで。今回は赤2本、茶色2本でやっていこうかなと思いますね。これもちょっと解いて使っていこうかなと思います。はい。で、こちら前ご紹介したこちらを購入したんで、せっかくなんで、これの、13番の 6mm。こちらを使っていこうかなと思います。で、まあね、昨日気づいたんですけど、これちょっとね、1本、使ってるんで1本ないんですけど、これをね、長くしたい場合、まあちょっとね、こうやって道具を見ながら、あ、こういうことなのかっていうことが分かってくるもんですね。これはね、こうやって、ジョイントって書いてたんで、こうやって、長くしたい場合に短いのと短いのをこうやって合わせると、まあ、長くなるんですね。で、こちらの端と端をこの棒に刺してグリリって。まあ、これがね、分からずに購入品紹介もご紹介したんですけど、分かってらっしゃる方もいられたと思うんですけど、こんな感じですね。まあちょっとずつ勉強していくって感じですね。これで結構太めのものなので、これでちょっと進めていこうかなと思います。まあ、いつもね、この大きさも大体で決めてるんですけど、まあ、ここは好みによって、使っていただくといいかなと思います。で、ここから、なのでね、もしかしたらアフガン針セットも買わなくてよかったのかもしれない。でもなんかせっかく買ったんで、アフガン針セットもね、使っていきたいなと思うんですけどね。それで、まあ、輪を作って始めていこうかなと思います。輪をこうやって結んで、ここの中に針を入れて、で、ちょっとゆったり、これぐらい穴が開くぐらいして、で、ここから始めていこうかなと思います。ゆったり目を作って、これは1として数えて、1、2、3。あんまりこうグッと引っ張らずに、ふわっと、こういう風に目を作っていこうかなと思います。3、4、太くて、すごくいい感じのマフラー。スヌードになりそうやなと思いますね。こういう風に目を数えて何目目を作りましたってお伝えして進めていこうと思います。はい、今回は作り目を100編んでみました。
で、ここで、やっぱりね、このチューブが長すぎるので、つなぎたんですけど、この長い方を残して、で、この短い方を取ろうかなと思います。まあ、この時点でもね、取りやすいし、すごく使いやすいかなと思って、それでね、ちょっと、ここまで戻してきて、これだけで取れると思うんですよね。で、ここでしっかり持って、外して、まあ、自由自在に使えるからいいですね、こういうの。それで、付け替えて進めていこうかなと思います。これはね、60センチですね。はい。ちょっとね、100目って言ってたんですけど、ここは3目ずつ表、裏、表裏って交互に編んでいこうかなと思ったら、まあ、100目だとね、合わなくなるんで、まあ、3目3目で今回は変えていくので、表裏3目3目で6目。6目の倍数で120目で、作り目をして始めていこうかなと思います。で、この状態で右手に持ってるこの棒針でこうやって取っていくんですけど、このパチッとしてるのを中にこうやって持ってきて、で、進めていきますね。まあ、ここもね、あえて、ねじっても面白いと思うんですけど、今回はねじらないで、まあ、ここはね、適当に、まあ、だいたいこう、ねじれてないか、まあ、ねじらないようにするって決めたら、まあ、完璧にねじらない方がいいんですけど、それでもね、その、ちょっとねじれてたりするんで、まあ、それはしょうがないなっていうことで、1段目は普通に編んで、で、2段目でねじれてないかまだ確認して調節していきますね。で、この状態で進めていきます。で、この糸のね、こう結構、一本がぐにゃって出たりとかして、こういう風になるので、ある程度、こうやって用意しながらなので、すごく時間はかかると思うんですけど、こうやってね、ある程度、用意しておいて、まあこうやって出しておいて、軽くこう糸玉にしておいてもいいですね。で、これで進めていこうかなと思うんですけど、こうやって持って、で、まあ、どういう編み方でもいいと思うんですけど、で、今回は、この、今回っていうか、私は、輪っかのもの持ってないので、こちらをこうやってパチンとして、一番最初で一番最後。この境目っていうことで、マーカーをつけて、進めていこうと思います。で、ここで最初のところ、表を3回編んでいこうと思います。それで、まだまだね、ぎこちないんですけど、これでね、3本取り出ししかも、それでね、表、で、ポンって取って、下から上に針を入れて、向こうの糸をかけてきて2個目。で、手前から向こうに針を刺して3個目、表で編んできてます。で、ここはね、なんとかしてこう、ねじれないように、まあ一番最後の調節するところがしやすいので、まあいいと思うんですけど、まあ一回ね、こうやって巻き込んでたんですけど、まあ、ねじれる原因になるかなと思うので、このまましていこうかなと思います。で、次は糸を手前に持ってきて、上から下側に針を刺して、で、糸をかけて、向こう側ポンみたいな。で、2個目。で、3個目。3個したら、今度は向こう側に糸を持っていって、手前から向こうに針を刺して、手前に糸を持ってきて3個編みます。1、ここのね、目数は、いろいろ、変えると楽しいかなと思うんですけど、今回は3個で編んでいってみようかなと思います。で、次は、裏編み3回。1、2、3。で、まあ、1段目だけですよね、こうやって数えていくの。あとは、この通りに2段目3段目って編んでいくだけなのですごく楽だと思います。これで、こうやってやっててもこうやってねじれてくるんで、まあ今回の場合はね、1個の1種類の糸がすごく伸びるんで、まあこういうところもね、ちょっと編みにくいですよね。私は。3回裏編みしたら、次は手前から向こうに針を刺して表。表したら次は裏
で編み裏編みの練習にもなりますよね。で3回目裏、これで交互に3個ずつぐるっと1周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周編んできてこういう状態になってますね。繋がってないので、で一番最後は裏裏裏で終わってます。でここでねじれをまたね、なので最初のねじれはまあ気にせずにここで合わせていこうかなと思います。この方がねちょっと分厚さが出て分かりやすいと思うし、ここはちょっと固定した感じでねじれてないかずっと確認しながら、ここでねこの中側にこの編んでいってる目が見えるようにこういう風につなげていこうかなと思います。あ、これがねかけたのが虚しくなってるんですけどこれでかけ直して、でここからねまた表で始まってるので、手前から向こうに針を入れて、ここでようやくねつながっていくと思うんですよ。これで、であと糸始末はここで後でこうつながるように糸始末していこうかなと思っていて、ここで置いていきます。まあ、いろんな編み方があるんだと思うんですけど、これで表したら、まあ、2段目はもう簡単に、まあ、ずっとこの裏通り編んでいけばいいので、このポツポツってしてるのが裏目ですね。このすっきり見えてるのが表、この通りに編んでいけるし、まあ、1段目はね目が拾っていきにくいんですけど、私の場合はでも2段目からはね結構スムーズに編んでいけると思うので、これで進めていこうと思います。次は裏なので手前に糸を置いて、手前から向こうこんな感じで編んでいこうかなと思います。この糸はねやっぱりどうやっても編みにくいんですよね、この伸びる糸。でもね今回でなんとか克服っていうかできればいいなっていう感じでちょっと使い始めたんですけど、まあこんな感じにこう引っかかるし、なんていうのかな、まあ、しょうがないのかな、毛糸だから。こう、すっごい伸びるんですよね。これはなんとかならないのかなっていう。まあ、こういうのがね、魅力なんだと思うんですけど、帽子とか手袋とかそういうのには向いてると思うし、ちょっときつく編んでしまっても伸びるから、帽子とかも、使いやすいんだと思うんですけど、編みやすさ的にはもう、私的にはもう全然編みにくくて、慣れてくるんかな、これは。結構編んでるんですけどね、この糸で。まあ、今のところ全然慣れなくて、この色とかはすごい可愛いんですけどね。なので、いろんなところで使っていきたいんですけど、本当は。まあ、なんか人それぞれね、編みやすい編みにくいがあると思うんですけど、これは結構ね、分かれるんじゃないかなと思うんですよね。編みにくいっていう人が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じで。でも、あれかな、まあ、可愛いからねついつい買っちゃうんですけど、これでねずっとこの先端通りスーターでいこうかなと思います。まあ、これをね変えていっても面白いですよね。3個ずっと裏編みで何段間で、その裏はその上は表編みっていう感じにしても、まあ、いいですね。それそうしようかな本当に喋りながらねなんかそういうのが出てきたりするんですけど、あ、それいいですね。ちょっとなんか、格子柄みたいになるかもしれない。ちょっとね、色を入れちゃったから、そういうのが分かりにくいかもしれないんですけど。まあ、そういうのも面白いですよね。なんかよく見たら、こう格子みたいになってて、面白いかもしれない。それでちょっと、こう、斜めにしていくのもありますよね。ああいうのも面白いと思うし。うん、どうしようかな。でもなんかその、色を入れたから、このまま編んでいく方が可愛かったら、このまま編んでいくかなと思うんですけど。まあそういうところも何かあれば、お伝えしようと思います。まあ、ドーンって、まあ、このまま編んでる、ところからこう、この後、お伝えすることになってるかもしれないですけど、ちょっと様子を見ながらそういうところも考えていこうかなと思います。ではね、続けて編んでいきます。こんな感じで編んできていて、やっぱりね、5段ずつ変えていこうかなと思っていて、1,2,3,4,5 編んで、で、6段目で、表編みしているところは裏編みを3個、で、裏編み3個してる上は表編みっていう感じで変えていこうかなと思います。これで、一番最後、一番最初で、
最初のところ表編みだったので裏編みをしていきます。フェラー3個、まあ、面白くなりそうやなと思って3個したら裏編みしているので手前から向こうに糸を持っていって表編み3個で、表編みなので次は裏3個で、ここは1段目っていうことでまた 1,2,3,4,5 段編んで、で次はまたこの裏編みしたところの5段の上は表編みっていう感じで、まあ交互に入れていこうかなと思います。なんか結構ねしっかり編み目が表裏って糸をこう混ぜても分かるので、まあ、面白いかなと思って、2回目かな言った面白いって言った、まあ、これでちょっと5段ずつ変えていってみようかなと思います。はい、こんな感じで編んできていました。で、なんでここで止まってるかというと、もうちょっとね深さを編んでいこうかなと思ってるんですけど、今止まってるのはこの茶色の方がなくなって、でこの赤の方はもうすでにつなげてきてるんですよ。2段もなくなってまた新たに2つつなげてきています。で、茶色の方がもうちょっと長かったのでちょっと編めて、で、一玉がここでなくなって、まあ、同じ糸でもね、これぐらい違ったりすることもあるんですけど、まあ、だいぶ糸の長さが違うので、まあ、一玉ここでつなげていこうと思って、で、またね、二玉開けてもいいと思うんですけど、あと、雰囲気的にもうちょっと欲しいなって思うだけなので、単純にこの、なんかな、半分ぐらい編めたらいいなって思うので、この一玉でつなげていこうかなと思います。なので、最初は中からつなげて、で、もう一本なくなったところで外から取っていこうかなと思います。まあそういう風にするんですよね、私は。なんかその、なんていうかな、もう一つの糸玉あるんですけど、まあちょっともったいないなっていうか、まあこれで全部仕上がると思うので、ここで、まあどういうつなげ方でもいいんですけど、たまたま裏編みをしているところなんですけど、針をまず入れて、で、ここで、まあいろんなつなげ方があると思うんですけど、置いてる糸とつなげていく糸同じぐらい残して、で右手で持ってこうやって、で左手でこのつなげる糸を用意して、でここで手前に糸を持ってきて、でこの状態で裏もずっと押さえてますね。でここで糸をかけて裏編み、こんな感じでこうやってつなげれました。これでまた連続して同じように編んでいこうかなと思います。結構いい感じになってきました。こんな感じでよく見たらこのマスがこっち向きと縦向きっていう感じでめちゃくちゃいい可愛くできましたな、これでちょっと最後まで進めていこうかなと思います。で、だんだん編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。で、もう一つここがなくなったら、言ってた通りこの外から取ってきて今のようにつなげてずっと編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、1,2,3,4,5,6,7,8 段で5段ずつ編んできたので8,5,40,40 段編んできています。まあ、だいぶ編んできましたね。幅も広いしめちゃくちゃ時間かかったんですけどで、ここで茶色の方がもうちょっとでなくなるので、この1段は止めていこうかなと思います。伏せ止め、それで一番最後と一番最初で、ここで10号で、まあ、かぎ針で編んでいこうかなと思います。で、5段編んできて一番最後のところはこの逆を取っていこうかなと思っていて、まあそれがどうなるかって感じなんですけど、で最初とね結構合えばいいなとか思うんですけど、なのでちょっとねゆったり引き抜いて仕上げていこうかなと思います。裏裏裏なので表表表で取っていこうと思います。手前から向こうに針を刺して糸をかけて引き抜き、ちょっと引っ張り気味で編んでいきます。で、次も2個目も裏なので表で引き抜きます。それで表で引き抜いたら、この状態で2本かかってると思うんですけど、左を右の中に入れます。で、これで引き抜いてちょっとゆったりめに引き抜きました。で、次も裏なので手前から向こうに針を入れて引き抜いて、で、ここからはずっとこう2本かかってる状態で左を
右の中に引き抜きます。で次は表なので裏を編もうかなと思うので、こうやって上から下に針を入れて、こういう風にしてかぎ針の方がちょっと編みやすいなと思ってで2本かかったら左の糸を右の中に入れます。この繰り返し編んでいこうかなと思います。まあ糸は足りると思うんですよね。そうして、で2本かかった状態で左を右の中に入れます。この繰り返しをずっとして最後まで同じように編んでいこうかなと思います。はい、こんな感じにスーッと同じように引き抜きしてきました。で一番最初のところ、ここマーカー付けれるんですけど、最初のところはここなので、ここに針を入れて、で糸をかけて引き抜き、これでまあここは鎖編みを一つしてぐっと止めておこうかなと思います。グッで糸をカットして、で糸始末をしていこうかなと思います。スッと抜いて、でこれはもうちょっと赤が残っているので、まあこういう風に糸玉にして置いときました。こっちでギリギリになりましたね。これぐらいで、でここで4本一緒に糸始末してもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと2本2本で分けて糸始末していこうかなと思います。針に糸を通して、でここでちょっとグッと締めて、でいつものように返し返しで手前浅く拾って、この目ができるだけ潰れないようにして糸始末していこうかなと思います。こういう風にくるくるってしてもいいですね。で引き抜いたらここでまた糸をかけて、ちょっと引っ掛けて進んで、でまた引っ掛けて進んでっていう感じ、いろんな方向に進んでもいいですね。こんな感じで、でだいぶいろいろしたので、ここでいろいろここで糸をカットして、でこちら側も違うところを通って糸始末していこうかなと思います。で糸が出ているところは同じように糸始末して仕上げていきます。はい、こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。これでちょっとサイズを測っていこうかなと思います。この輪っかになっている横幅、こちらから測っていきます。だいたい55センチの場合なので、まあ、110センチぐらいになってます。でこの幅も3点ぐらい測っていこうかなと思います。だいたい 22.5、 ちょっと合わせにいってますね22センチぐらいかな。端もだいたい22センチぐらいになってます。 22.5、 22センチぐらいですかね。で糸はお伝えしてた通り、この赤が4玉使ってこれぐらい残って、で茶色は3玉でこれぐらい残ってます。まあ、だいぶ編めますね。何か参考にしてみてください。結構分厚くしっかり編めるし、まあ、これを混ぜてよかったですね。これをね、最初お伝えしてた通り、赤2本茶色1本でもだいぶ雰囲気も変わると思うし、まあいろいろやってみるのも面白いんじゃないかなと思います。こんな感じでやってみてよかったですね。3目3目で変えていって5段5段で、まあ、私はこう正方形みたいな感じにしたかったので、こういう風に5段になったんですけど、ここの横幅に対して縦を浅くしてっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね。長くしたりちっちゃくしたり、こうランダムにしても面白いと思うし、好みによっていろいろ遊んでみてください。まあね、すっごいね、この茶色の糸も赤の糸もめちゃくちゃ可愛いんですけど、この茶色もね、100均糸で手に入りやすいと思うんですけど、まあね、本当に色もめちゃくちゃ可愛くて、で、この、結構伸びるんで全体的に。なので、こう、まあこれはね、肩からゆったりかけれるし、こう二重にしてスヌードみたいな感じで使えるし、伸びるんで着脱もすごくしやすくて使いやすいんですけど、編みやすさ的にね、めっちゃなまった。編みやすさ的に、まあ私はちょっと今回も慣れなくてすごく大変な感じだったんで、まあこんな感じで何か作品作りの参考にしていただければなと思います。可
可愛いので、ぜひ作ってみてください。今回も最後まで見てくださった方、ありがとうございます。